いきなりだけど、霊夢。霊夢は昔やっていたバラエティを見返したりすることはあるか？そんな頻繁じゃないんだけど見返すことはあるよ。昔のバラエティは今のテレビにはない魅力もあったりするしね。確かに平成のバラエティと今のバラエティじゃ、その内容にかなりの差があるよな。特に現在厳しい目にさらされているエロ系番組もかつては数多く放送されていたぜ。昔のバラエティの中には、今だったら絶対放送できないようなお色気シーンや下ネタがたくさんあったよね。私の思い出の中にも、そんな危ない番組がいくつか残っているよ。平成のバラエティは今振り返ってみると、その内容の過激さにかなり驚かされるよな。というわけで今回は、令和じゃ考えられない、コンプラ無視で当たり前のようにお色気やセクハラが満載だった、平成の懐かしい人気バラエティ番組5000を紹介するぜ。これはめちゃくちゃ楽しみだよ。みんなもどんな番組が登場するのか予想しながら楽しんでほしいな。そもそも現在は世間の目も非常に厳しくなり、ほとんど見かけることがなくなったエロ系番組なんだが、実際に裸を放送してはならないというような規則があるわけじゃないんだよな。エロ系番組に対する自主規制強化の流れはたびたびあったものの、どのあたりまで放送するかは基本的に各局の判断に委ねられていて、世間の目が今ほど厳しくなかった平成の番組では、そこまでやっていいの？と、不安になるレベルの番組も存在していたぜ。確かに90年代なんかは、まだまだ深夜のエロ系番組がたくさん放送されていたよね。かつてはその時間を楽しみに、夜更かししていた男性も多かったんじゃないかしら。深夜のエロ系番組といえば、1965年から1990年まで日本テレビで放送していた 11PM。そして 11PM のライバルポジションを確立し、1980年から1994年までテレビ朝日で放送されたトゥナイト。さらに伝説的エロ番組として1991年から1998年まで放送された、テレビ東京のギルガメッシュナイトなど、今でもその名が語り継がれる名番組が数多く存在していたよな。どれもこれも名前を聞いたことがある番組ばっかりだよ。各局が深夜枠のエロ系番組を持っていたってだけでも、今との違いがしっかり伝わってくるよね。これらの番組は風俗やアダルトビデオの情報も流すなど、今では考えられない過激さだったんだが、実はこの時代にはエロがメインじゃない、普通のバラエティ番組の中にも、たびたびエロ要素が取り入れられていたんだよな。そう言われてみれば、あの頃はお昼とかゴールデンタイムの番組でも過激なものが多かった気がするよ。というわけでここからは、そんな過激シーンも含まれていた驚きの人気バラエティ番組を紹介していくぜ。まず紹介したいのは、スーパージョッキーだぜ。懐かしい。これはめちゃくちゃ面白いバラエティ番組だったよね。スーパージョッキーは1983年から1999年の間、日本テレビで日曜13時から14時まで放送。ビートたけしをはじめ、たけし軍団やダチョウクラブらが出演していて、芸人の挑戦企画やクイズコーナーなどを展開し、人気を博していた番組だったぜ。お昼の放送だったのに、めちゃくちゃ本格的なバラエティ番組だったよね。たけし軍団の皆さんがこれでもかと暴れ回っていて、私も大爆笑しちゃった記憶があるよ。そんな本格派バラエティの中で、エロ要素がとにかく満載だったのが熱湯コマーシャルだったんだよな。熱湯コマーシャルはルーレットで選ばれた人が生着替えをし、熱湯に入っていた時間分だけ宣伝ができるコーナーなんだが、この着替え部分がとにかく過激。天井から吊るされた簡易更衣室で着替えていたため、パンツや肌が露出してしまうお色気ハプニングが巻き起こる上、途中からはガラス張りの箱で着替える、スケスケ生着替えなどの過激企画まで登場して、世の男性たちを大いに夢中にさせていたぜ。これは今聞くと完全にアウトな内容だよね。こんなコーナーをお昼の普通のバラエティ番組がやっていたなんて、とんでもないことだと思うよ。エロ要素での人気はもちろん、ダチョウクラブのオスナヨなどのゲームを生み出し、大人気になった熱湯コマーシャルなんだが、ある放送回では女性アナウンサーが入湯拒否をしたり、さらには未成年タレントまで出演させたりするなど、その内容が何度も物議を巻き起こしてしまい、時には強烈な批判を浴びることもあったみたいだぜ。この過激さが面白さに繋がっていたのは間違いないと思うけど、改めて見ると批判されるのも仕方がない気がするよね。こうやって見ると、今のバラエティはだいぶ優しい内容になっている気がするよ。次に紹介するのは、オネプだぜ。これはネプチューンさんの番組だったかしら？面白いコーナーが目白押しなバラエティだった記憶があるよ。オネプは1999年から2001年の間、曜日を変えながらテレビ朝日の深夜帯で放送。そのタイトル通り、ネプチューンがメインの番組になっていて、素人参加型のコーナーを中心に、コントなども披露するバラエティに富んだ内容になっていたぜ。この頃はネプチューンさんもまだまだ若手って感じだったよね。でもその若さゆえに、かなり無茶苦茶なこともしていたんじゃないかしら。その予想はバッチリ当たっているぜ。この番組には、祈願成就、出張ネプ投げというコーナーが存在。
こちらは原田泰造扮する原田大明神が、応募者の願いが成就するよう巴投げなどをする企画だったんだが、実は参加者のほとんどがミニスカートを履いた若い女性になっていて、投げられる際、パンツが丸見えになってしまうというお決まりの流れになっていたんだ。これは女性へのセクハラ部分もそうだけど、女性を投げるって部分も問題視されそうだよね。このコーナーはさすがに当時も批判を浴びたんじゃないかしら。霊夢の言う通り、この企画は当時の放送と青少年に関する委員会から強い批判を受けてしまい、それをきっかけにコーナーは終了。それ以降は子供が参加するクイズコーナーが代替になるなど、全く色の違う企画が採用されることになってしまったぜ。これはやっぱり批判の対象になっちゃうよね。でも今や大物になったネプチューンさんの下ネタが見れるなんて、私としてはちょっと気になっちゃうコーナーだよ。次に紹介するのは、トンネルズの皆さんのおかげですだぜ。これは私も大好きな番組だよ。当時見ていた人もかなり多いんじゃないかしら。トンネルズの皆さんのおかげですは1988年から1997年の間、フジテレビで木曜21時から22時頃まで放送。トンネルズを中心に据え、ホモーダホモーやノリゴロウなどの名物コントキャラを生み出し、2018年まで放送されたトンネルズの皆さんのおかげでしたを含めると、約30年ほど長く人気をキープし続けた有名バラエティ番組だぜ。今見るとホモーダホモーとかも、批判の的になりそうな危険なキャラクターだよね。でもこれ以外にも、問題になりそうなポイントがあったのかしら。本番組が放送した数あるコントの中でも、特に危ない内容になっているのが、近未来ポリス072というコントだぜ。このコントには若かりし頃の松嶋菜々子が出演していたんだが、彼女はここでとんでもなく卑猥なセリフを読まされていたんだ。あの大物女優の松嶋菜々子が下ネタを連発する光景は、今見るととにかく衝撃的。その上コント内では松嶋菜々子がトンネルズに暴力を振るわれるようなシーンまで存在。セクハラのみならずパワハラ面でも超危険な要素を含む、コンプライアンス完全無視のとんでもないコントになっているぜ。松嶋菜々子さんがこんなことをさせられていたの？あんなかっこよくて大人な女優さんなのに、これはちょっと衝撃的な情報だったよ。ちなみに松嶋菜々子は朝ドラひまわりへの出演が決まり、こちらのコントからは卒業。その後、松嶋菜々子に代わる出演者を探すも目処が立たず、このコントは打ち切りになってしまったぜ。そしてこれ以降、松嶋菜々子は有名女優に成長していくんだが、近未来ポリス072の話をすることはほとんどなく、コントで下ネタを言いまくっていた事実を、黒歴史として封印してしまっているみたいなんだ。いくら仕事とはいえ、こんなことをやらされてたら、話したくなくなるのも当然だと思うよ。でもこんなコントがあるって聞いちゃうと、一度でいいから見てみたいと思うのが人の差がってもんだよね。そして大物女優へのセクハラという点で言えば、ダウンタウンのごっつええ感じも外せない番組だよな。これも私が大好きだった番組だよ。めちゃくちゃ面白いバラエティだったけど、確かに過激な要素がてんこ盛りだった気がするな。ダウンタウンのごっつええ感じは1991年から1997年の間、フジテレビで日曜20時から21時頃まで放送。ダウンタウンをメインに、東野幸治や今田幸治などが出演していて、コントやロケ企画を中心に展開されていた、当時を代表するバラエティ番組の一つだぜ。ダウンタウンさんたちの他にも、板尾辻さんや香港さんまで出ていて、めちゃくちゃ豪華なメンバーが揃っていたよね。実はこの番組にはそんな芸人たちの他に、若かりし頃の篠原涼子など、女優陣も数多く出演していたんだよな。篠原涼子は番組内のコントなどに出演し、なんとそこで東野幸治や香港にキスをされているんだ。しかもそれだけじゃなく、浜田雅俊からは胸まで触られるなどやりたい放題。彼女はその後のインタビューで、バラエティで鍛えられた経験が生きていると語ってはいるが、松嶋菜々子のように黒歴史扱いしていても、おかしくないレベルのセクハラ三昧だったぜ。キスだけでもとんでもないことなのに、胸まで触るなんて今じゃ絶対考えられないよ。今思い返すと、この番組って想像以上に過激な内容だったんだね。この番組はこういったセクハラ要素満載のコント以外にも、かなり過激な表現に溢れていたからな。当時はいじめや差別の助長につながるという抗議も多く、親が子供に見せたくない番組の代表格。その過激さゆえに人気があったのはもちろんだが、それと同じくらい問題視されることも多い番組だったんだ。他の番組ではやらないことをやる分、新鮮な面白さにつながっていたのは間違いないよね。実際にどのくらいヤバいコントをしていたのか、今度改めて見返してみようかしら。最後に紹介するのは、志村けんのバカ殿様だぜ。これは数あるバラエティの中でも、未だに語り草になっている金字塔的作品だよね。志村けんのバカ殿様は1986年から、フジテレビのゴールデン帯で不定期に放送されている番組だぜ。志村けん扮するバカ殿様のとんでもない行動に、桑野信義やダチョウクラブら演じる家臣が振り回される、日本を代表するコント番組の一つだよな。
志村健さん演じるバカ殿が、本当におバカでついつい笑っちゃうんだよね。でも言われてみればバカ殿様には、エロのイメージがかなり強くついている気がするよ。やっぱりそうだよな。実はバカ殿様には女性陣が胸を露出するようなレベルの、お色気シーンが数多く登場しているんだ。ゴールデン帯の放送にもかかわらず胸があらわになるため、初めて見た時は驚いた人も多かったんじゃないか？私もそんな視聴者の一人だったよ。子供も見ているような時間帯に過激なシーンが登場するから、いろいろな意味でドキドキしちゃうんだよね。このお色気ネタは初期の頃から登場していて、志村健といえばエロコントというイメージを確立。ただ霊夢が言う通り子供たちも多く見ている時間だったため、放送当初から不敬のクレームが殺到していたみたいなんだ。そんな逆境の中、志村健はそのこだわりを貫き続けたんだが、時代の流れもあってかそういったお色気要素は次第に減少。だが2019年にはバカ殿様が水着姿の女性に挟まれる、肉布団というとんでもないネタを登場させて、大きな物議を巻き起こしていたぜ。このコントはめちゃくちゃ攻めた内容だったよね。でもこれこそがバカ殿様の魅力って気もするから難しいところだよ。志村健さんは2020年にお亡くなりになっているけど、再編集版の放送なんかはずっと続けていってほしいな。さてここまで今じゃ考えられない、お色気満載の平成人気バラエティを紹介したがどうだった？思った以上にコンプラを無視しまくった内容で、めちゃくちゃびっくりしちゃったよ。現代の視点から見るとかなり問題のある内容だけど、これはこれで面白みがあったから厄介なところだよね。バラエティ番組を見る層には、過激さを求める人たちも一定数いるからな。そういった人々にとっては、今見返しても面白い平成バラエティは数多くあるはずだぜ。現代のバラエティじゃ満足できないって人は、平成のバラエティをチェックしてみるといいかもね。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございます。懐かしいという感情は脳医学的にもストレス解消にとても良いらしいので、皆様の気分転換や、ほっと一息つけるような動画になってくれれば嬉しいです。もし懐かしいと感じたり、面白いと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンの方もよろしくお願いいたします。